さて、今年の夏は記録的な暑さになりました。で、この暑さは野菜の収穫に大きな影響を与えていて、野菜が高いと感じている方も多いのではないでしょうか。詳しく三浦祐樹記者が解説します。はい、まずこちらが特に値段が上がっている野菜です。ほうれん草は去年はこの時期一袋で198円でしたが、今年は今日は259円と61円高くなっています。はい、そして夏を代表する野菜のトマト、去年は1個128円でしたが、今日は199円とこちらも71円高くなっています。私もよくスーパー行きますけど、確かに最近こういう野菜高いですよね。この野菜の値上がり、私たち消費者も困っていますが、売っている店や生産者も頭を抱えていました。およそ50年続く盛岡市の青果店です。野菜全般にわたって高いというよりも仕入れることができないというのがね、初めてです。例年は野菜でいっぱいになる商品の棚、今年は隙間が目立ちます。やっと3日4日前からここに並べることができたという状態。お盆頃からね、ここ一切ありませんでした、ものが。糸三つ葉も230円、ニラも198、普段だと大体100円くらいでしょ。で、水菜150円くらいなのが並んでるんですね。特に高くなっているのが葉物野菜です。ほうれん草280円ですけども、これでもね、知ってる人は安いじゃんっていう人もいるかもしれない。350円くらいまで行きましたので。夏野菜の代表格トマト、さまざまな料理に使え、トマト目当ての客も多いといいますが、売る方もつらいと書いてるけど、トマト198です、198円。でもね、4000円以上、4000ちょっと、そうすると1個200円超えてるくらい赤字になってる。なってます。どこもね、200円超えては売れねえなっていう感じで、それで頑張ってるんですけど。他にもネギや、これからの季節鍋料理に欠かせない白菜、そして大根など野菜全般が例年より高くなっています。50年八百屋さんやらせてもらってますけど、初めて。農家も苦しんでいます。八幡平市で50棟のビニールハウスでトマトを栽培している田村貴弘さんです。うちは全員トマトは光は大好きなんですが、暑さは嫌いなんですよ。極端な暑さには弱くて、しかも30度以上になるとその時咲いてる花の着果率が極端に落ち込んでくるので、実がつきにくくなるほどの暑さ。パートを10人ほど雇っていますが、トマトの収穫作業をできない日も多く、お盆を過ぎた後収穫量が激減しました。一段に3個4個ってつくものなので、それが2個だったり、最後はもはや1個しかついてなかったりとか、強い日差しで皮固くなってたりとかして、肥大していく最中に割れるとか。さらに今年初めて見舞われたのが、猛暑のせいで普段出ない病気が出るってのもあって、スカビ病ってのは初めてかな。高温で湿度が高いところで発生しやすいススカビ病、今年はこの病気などで50棟のうち10棟のハウスで収穫ができませんでした。収穫は例年の7割ほどに落ち込んでいます。売上ベースで考えればもう本当に3分の1は確実に落ち込む形ですかね。
今のトマト農家の方もそして青果店の方も今年初めてのことが起きているとお話しされてたのがすごく印象的でした。はい、さらに秋に収穫が最盛期を迎えるものといえばこちらお米です。はい、米は亜熱帯原産ですので高温には強く収穫量は増える可能性が高くなりそうなんですが、はい、心配なのがこちら品質です。県内で今年収穫された新米の初検査です。一等米の比率は 77.2%、 玄米が白くなる高温障害が見られました。全国平均を見ても一等米の比率は 68.9% と品質の低下が心配されています。気候変動が米に与える影響を研究している岩手大学の下野博之教授です。米の品質ですね、そこに関しては下がる傾向はあるというところです。糖熟というところのスピードとしては速くなってしまうので大きくならないとダメなんだけど中身がスカスカの状態でこう成熟してしまうというところのイメージですね。こちらは去年の一等米比率のデータです。岩手の 89% をはじめ東北6県がすべて 70% 以上となりましたが気温が高い西日本は一等米比率が低くなっています。今年は東北や北陸地方も記録的な暑さになり品質の低下が予想されています。やはり農家さんはお米の価格が下がってしまって収入が減ってしまうというようなことが問題になってくるかなというところは想定されます。まあ、今年もそうなんですけれどもこれからまた暑い夏というのはありそうですからやはり今後の対策必要になってきますよね。はい、下野教授によりますと品種改良などで暑さに強いものを作る必要もありますが地球温暖化は気候の変動が大きく夏が寒くなることもあるので引き続き例外対策も重要と話していました。はい、今日は暑さによる野菜と米への影響について三浦記者でした。